皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。またちょっと信じられないニュースが入ってきたね。今季ラリーガで開幕から絶好調といえばソシエダの久保。活躍してない試合がほぼないぐらいですよね。ラリーガだけでなく、CL を見てても久保抜きのソシエダは、完全にソシエダの中心だよね。今季第7節まで消化した時点ですでに5度の MOM に輝いてることからも、それは明らかなんだけど、その活躍が認められて、なんとラリーガの9月最優秀選手に久保が選出されたんだ。ちょっと、その事実を受け止めるのに時間がかかるのですが、とにかくラリーガで9月一番すごい、ってこと。その通りだね、当然日本人では史上初の快挙。ラリーガ公式では、この日本人フォワードは、9月に勝ち点12を獲得するのに貢献、4ゴールを挙げ、質の高いプレーの数々を披露した。と評価し、9月唯一の敗戦となったマドリー戦においても、サンティアゴ・ベルナベウでは、得点こそなかったものの、バレネチェアのゴールにつながる見事なプレーを見せた。と評価、この久保の活躍を、ソシエダは9月の4勝のおかげで、3引き分けと低迷していた調子を取り戻し、現在5位につけている。レバンドフスキ、ベリンガム、イニャキ・ウィリアムズ、サビーニョと他の候補者はいたものの、日本代表フォワードは、今月の他の候補者たちとは一線を画していた。と久保がラリーガ9月の月間最優秀選手に獲得するのがふさわしいと公式サイトで発表している。他の候補者見てもとんでもなさすぎて久保がやってのけたことが改めてとんでもないと実感しました。まあそれもそうだよね。ベリンガムは9月1試合は欠場したものの、首位に立ったマドリーノもはや中心だし、バルセロナも9月は4勝1分けとここまで負けなし、その中でレバンドフスキは4ゴールを挙げている。イニャキ・ウィリアムズはビルバオの次の象徴になるような選手で、攻撃の中心。9月は3ゴールを挙げ、サビーニョは今季旋風を巻き起こしているジローナで躍動する19歳。次世代のスター候補の一人だね。ラリーガですから、当然これ以外にも世界屈指のトップ選手たちが集まってて、その中で5人に入っただけでもすごいのに。さらに最優秀選手ですか。久保、とんでもないですね。日本人としても誇らしいし、喜びたいけど、ちょっとやってることの次元が高すぎて、って感じだよね、わら。ですね、わら。海外の反応を見てみても、個人個人に推しはあるものの、久保の選出には概ね納得という反応が目立った。キングタケ、マドリー、もしくはプレミアでプレイすることを願っている。リバプールで待っているよ。ベリンガムが選ばれなくて泣いてるマドリビスタはどこ？心配しなくても久保は今でも半分は我々マドリーのものだ。彼の尻振りセレブレーションがこの結果に影響したことは間違いない。彼はリーガでも最高のウィンガーだ。個人的にはベリンガムだ。ただ久保であっても異論はないよ。レバンドフスキがふさわしいと思うのだが、バルサ、マドリー、アトレティコから常に選ばれると思ってるのか？久保は納得だが、それ以外ならレビだろう。ベリンガムがふさわしいと言ってる奴は醜悪だ。久保の受賞に異論はないよ。彼はそれぐらい素晴らしかった。と海外のサッカーファンからも賛辞が、そして現地メディアでもこの受賞は多く取り上げられていた。現地メディアは、新たなスター、久保建英、リーガでレバンドフスキとベリンガムを超える。という記事を投稿。9月の活躍に触れ、久保は少しずつ、一歩ずつ進んで、ソシエダでのイマノル監督のアプローチに議論の余地のないとこまで進化した。久保はベリンガムに次いで5ゴールを挙げている。点取り屋が多くラリーガはランキングは激化するだろうが、久保はこのリーグで自分の価値を示したいと考えている。これは名実ともに世界のトップ選手と言っても過言ではないですね。今季の活躍から、マドリーが久保を呼び戻すんじゃないかという報道も多くあったけど、今年の冬、そして来年の夏にはそれがさらに加熱しそうだね。現時点でもすでにラリーガ以外のクラブが久保に関心を持っている。イタリアの現地メディアはここまでの久保の活躍を受け、ソシエダのスター選手は、数年前の移籍市場でセリエ A に上陸しようとしていた。と、ナポリが獲得を検討するなど、以前から国内で久保が注目されていたと報じ、日本のメッシと称され、昨季もクラブを牽引した。欧州チャンピオンズリーグでもスペインリーグでも非常に好調で、堂々たるプレーを見せているファンタジスタだ。と高く評価。CL ではイタリアのインテルが徹底的に久保を抑えようと戦っていたしね。久保が下がった瞬間にインテルが一気に攻勢に転じましたもんね。それらを加味した上で、例えばミランやユベントスのホットな選手になるかもしれない。とイタリアのビッグクラブ入りもあり得るのではないかと報道している。イタリアですか。久保はなんとなくラリーガが合ってる気がします。当然何度も獲得が噂されているマドリーも直近で久保の獲得で報道が、
マドリーは久保がソシエダからどこかのクラブ移籍を移した場合、その移籍金の半分を得る契約を結んでいる。そのため、設定されている契約解除金である6000万ユーロ、その半額である3000万ユーロを払えば、久保が望んだ場合は獲得できる形になっている。とはいえ保有権はソシエダも持ってるわけで、クラブが了承するかっていう問題もありますよね。もちろんそうなんだけど、それを踏まえてマドリーの専門の現地メディアは、ペレス会長久保と契約するために3000万の移籍金をキャンセルした。と報道。その内容では、マドリーは攻撃力を補うためにさらにアタッカーが必要であることを認識している。夏にはエムバペの獲得を待っていたが、結局契約には至らなかった。そのような状況で、ユベントスのブラホビッチのオファーを受けたが、条件が納得できなかった。と記事を続けている。ユベントスはレンタル移籍をオファーしたが、選手に支払う1700万ユーロに加えて、1000万ユーロを支払わなければならなかったと事情を説明。つまり、レンタル移籍で2700万ユーロを支払うことになるわけで、最終的に竹久保の移籍にかかる費用より、わずか300万ユーロ少ないだけだった。この日本人右ウィングは、過去2シーズンでマドリーが最も興味を持っている選手の一人だ。まだ選手の権利の 50% を持っているという事実は、彼を非常に興味深いターゲットにしている。彼が見せているレベルであれば、3000万はむしろ安いだろう。と報道。つまり久保と天秤にかけて攻撃陣の補強をストップしたってことだね。これは久保のマドリー行きが本格的に動きそうな予感。ソシエダはソシエダでマドリーに対して保有権を買い取ろうとする動きも見せているみたいで、当然これだけの活躍を見せている久保の保有権をマドリーが手放すことはないだろうと報じられてもいるけど、久保がもしマドリーに復帰しなくてもプレミアとか万が一サウジ移籍したら、その莫大な移籍金の半分はマドリーの手元に入ってくるわけですもんね。その辺を考えるとマドリーが久保からこれ以上引くことはなさそうだけど、来季エムバペも来ると考えたらどこで使われるのか。やっぱり選手は試合に出てなんぼだからね。マドリーでバンバン活躍する久保も見てみたいですが、ソシエダで名実ともに王様になる久保も見たいですね。ソシエダも日本の企業とパートナーシップを結んだり、一説によれば楽天もソシエダのメインスポンサーに名乗りを上げてるという報道も。どっちにしてもソシエダが日本、つまり久保を簡単に手放さないぞっていう意思表示の表れでもありますね。楽天の件は現地でも報道され、バルセロナのメインスポンサーだった楽天が、久保建英の存在を理由にレアルソシエダードに目を向けている。ヒースルクニにとって、ソシエダの大きな魅力は、間違いなく久保建英の存在である。バルセロナでプレイし、その後はレアルマドリードにも在籍した日本人選手は、母国で重要な魅力があり、大きな参考となるだろう。CL での彼の存在もかなり役立っている。と報道。久保ありきで話が進行してるのはほぼ間違いないだろうね。プレーにおいても、経営面においても久保とソシエダは切っても切れない関係になってるわけですね。今後久保の去就はどうなるかわからないけど、一つ言えるのはラリーガでトップの選手になったということ。8月はベリンガム、9月は久保が月間最優秀選手ですもんね、間違いない。今後どんな活躍を見せてくれるのか、本当に楽しみだね。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。